震災被害を受ける前の高田松原震災前の高田松原と陸前高田市中心部周辺の空中写真。1977年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。高田松原は岩手県陸前高田市県船長にかつて存在した松原。高田松原は江戸時代の1667年。 高田の交渉、菅野木之助によって植栽され、仙台藩と住民の協力によって6,200本の黒松が植えられた。その後、京方年間には松坂新江門による造林が行われ、以来、黒松と赤松からなる合計7万本もの松林は、仙台藩、岩手県を代表する傍聴林となり、継承の一つであった。 その白車聖章の景観は世に広く評価されていた。国の名称や陸中海岸国立公園に地域指定され、様々な環境評価、施設評価の選定地となり、2009年には104万人の観光客が訪れるなど、観光地としてもにぎわっていた。東日本大震災の津波に耐えて残ったことで、奇跡の一本松として復興のシンボルになった一本の松。 背後に見えるのは被災した陸前高田ユースホステルの建物。2011年5月6日撮影。東日本大震災後の2011年5月14日、気仙川の対岸から高田松原跡地を撮影。画面中央に奇跡の一本松が見える。高田松原の傍聴林はたびたび津波に見舞われてきた。近代以降で代表的なものとしては、 1896年6月15日の明治三陸津波、1933年3月3日の昭和三陸津波、1960年5月24日の地理地震津波がある。これらの津波の度、傍聴林として市街地への被害を防いできた。しかし、2011年3月11日の東日本大震災では10メートルを超える大津波に飲み込まれ、 ほぼすべての松がなぎ倒され壊滅した。なお、文化庁は地形が残っているとして名称の指定を継続している。2013年3月から海岸災害復旧工事が始まった。傍聴堤として広田湾側に第一線艇、古川沼側に第二線包みが建設される。沼田川川口には水門が新たに建設され、 津波で被害を受けた人工リーフも1200メートルにわたって復旧される。完成は2016年12月を予定している。海岸砂浜再生事業も2016年から始まった。これは、高田松原の砂浜は、気仙川から流れてきた土砂が堆積してできたものだが、自然の堆積での回復を待つと数百年かかると推定されたためである。 砂浜は1750メートルにわたって再生される予定だが2016年は試験的に200メートルで実施される計画では2017年度に本格着工され2018年度に完了を見込んでいる海岸災害復旧工事海岸砂浜再生事業のほかに第1線堤定と第2線堤定の間に松を植樹して 松原を復元する計画が立てられた。2017年6月11日に、第1回高田松原再生食樹祭として、食樹イベントが開催された。ボランティアら約160人が参加し、約1000本の苗木が植樹された。2018年4月22日に、第2回高田松原再生食樹祭が開催された。ボランティアら約200人が参加し、 約1500本の苗木が植樹された。詳細は、奇跡の一本松を参照東日本大震災の際、約7万本あった中で、奇跡的に一本の松が倒れずに残り、この松は、震災直後から復興のシンボルと捉えられ、奇跡の一本松、希望の松、土根城松などと通称されるようになった。しかし、この松の周囲の土壌は、 大地震による地盤沈下で海水が染み込み塩分型の状態になったため、同年4月末の時点では健康だったものの、徐々に生育状態が悪化していった。新場が出ず、葉の褐色化が進んだことから、5月20日には根元に活性剤をまく処置が取られ、6月5日には傷ついた幹を保護するために小もまきが行われた。しかし、 一時は、新芽も確認され回復の兆しが見られたものの、新芽の多くが変色し、衰弱が進んだ。2011年10月の調査では、海水で根がほとんど腐っており、再生不可能と判断され、保護を事実上断念、継ぎ木を育てるなど苗木を移す計画が検討された。2012年7月には一度切断して内部に、防腐処理を施しつつ、 金属製の辛抱を通すという形で保存することが発表された。2012年9月12日、最後に残った松の木が伐採された。切られた松は防腐処理を施した上で、元の場所に戻す復元工事が行われ、2013年7月に完成式典が行われた。なおこの一本松の復元事業費、約1億5000万円は陸前高田市による、 募金運動によりまかなわれた。復興庁の看板掛けを行う内閣総理大臣野田義彦と復興大臣平野達を倒れた松の一部はボランティアの手で焚き木として販売され、売り上げは復興資金として寄付される予定であった。一部は清水寺大日如来座像に使用されたものの2011年8月16日の京都 誤算の送り火の焚き木として使用される予定が、福島第一原子力発電所の事故による放射性セシウムが検出されに点散点した末に、使用中止になったり、2011年9月には、成田山新勝寺で被災末をごまきとしてお焚き上げすることに対処抗議が多数寄せられるなど、復興支援と放射能汚染の間で、しばしば議論を呼んでいる。2012年2月10日、 東日本大震災の復興政策を統括する復興庁が発足し、本庁の看板にはなぎ倒された高田松原の松が使われた。2012年7月2日から郵便事業陸前高田支店において奇跡の一本松を図案化した風景印の使用が始まった。同年10月1日からは陸前高田郵便局郵便分室で、 同図案の風景印を引き継いで使用している。また、東日本大震災の復興費用に充てる、個人向け復興応援国債の購入者に対して、贈呈する記念貨幣のうち、第3次発行分の1万円金貨3デザインのうち、1デザインの表面と、第1次から第4次発行分の各貨幣の裏面には、共通で奇跡の一本松があしらわれている。松原を含む、 周辺一帯については、高田松原津波復興記念公園の名称で整備が進められており、一本松の他にも複数の震災遺構が保存される予定となっている。ありがとうございます。